はい、どうも笹原です。今回は足の末端の血流とリンパの流れを改善し、指先までポカポカにするリンパマッサージのやり方についてお伝えします。足先が氷のようにも冷たくなる、分厚めの靴下を履いて温めているのに足先が冷たい、足先が冷えてなかなか睡眠に入れない、もしこのどれかに当てはまっているなら足の血流がすごく悪くなり、リンパの流れまで悪くなっている可能性があります。そこでこの動画では辛い足先の冷えをこのスプーンを使って簡単にできる足ポカポカリンパマッサージのやり方についてお伝えしますので、この動画最後まで見てもらってぜひ一緒に実践していきましょう。では早速やり方をお伝えしていくんですけども、まず足先の冷え解消のために一番にまず知っておいてほしいことがあります。それは何かというと、足先の冷たいところだけマッサージしないことです。え、冷たいところマッサージしたらいいんじゃないのと思われたと思います。もちろんそこをマッサージして血流を良くすることはいいことなんですけども、それだけでは足先の冷えは解消されないんです。それはなぜかというと、まずこの腕を足とした時に足先の血というのはここだけを巡ってるわけではないですよね。そうです、血管やリンパなどは股関節や膝の関節、足首などを通って指先に行っています。特に膝や股関節には大きな血管リンパが通っているので、ここの部分の血流リンパの流れを良くしてあげないと、いくら足先をマッサージしたところで血流がしっかり改善されてこないんです。なのでこの動画では足先だけではなくて足全体をポカポカさせるための股関節のリンパマッサージ、膝のリンパマッサージで、そこから足首から下のリンパマッサージのやり方を順番にお伝えして実践してきますので、この動画を見ながら次は一緒にやっていきましょう。リンパマッサージの前に私から一つ大事なお知らせがあります。この度100歳足腰の作り方という私の本が発売されました。人生100年時代と言われる現代で、自分の足腰を保つことが非常に大事な時代になっています。ただどうすれば自分の足腰を保てるのかわからないですよね。その具体的な作り方をまとめた本がこちらになります。こちらの方は Amazon でご購入できますので、興味ある方は下の概要欄からぜひご購入いただき、100歳足腰を一緒に作っていきましょう。ではまず最初に大きな血管リンパが通る鼠径部のリンパマッサージをやっていきます。ではやり方ですけども、まずこのベルトの部分の横のところにポコッと出っ張った骨を左右に触れます。この骨の内側の部分に手を両方このような形で重ねて、このお腹に向けてぐーっと手を押していきます。で次に仰向けに寝ていただき、ここの部分をぐーっとお腹側に押した状態で、この股関節を開いて閉じて開いて閉じてですね、これを30秒間自分のペースで開いて閉じてを繰り返していきます。ではこのやり方を左30秒右30秒1セットを一通り実践していきますので、この動画を見ながら次は一緒にやっていきましょう。では左の鼠径部からいきますね。この手で先ほどの部分をぐーっとお腹側に押して、で30秒間開いて閉じてを繰り返していきます。ではいきますね。はい、で開いて閉じては自分のペースで大丈夫です。あと股関節が開けない方もいると思います。開ける範囲で大丈夫ですので、開いて閉じてをこの部分を押しながら繰り返して実践していきましょう。はい、では30秒経ったので、次は反対の右側いきますね。やり方は同じ要領ですね。出っ張った骨の内側の部分をぐーっと押して、で右側を開いて閉じてを30秒間繰り返していきます。ではいきますね。はい、はい、では30秒経ったので終了です。
はい、では次は膝裏の大きな血管リンパのマッサージを実践していきます。ではやり方ですけども、まずこの膝裏を反対の膝頭の部分にこのような形で置きます。でこうやって置くと膝裏のやや下側あたりにこの膝頭が当たると思います。で当たってこの膝の部分が刺激されますので、ね、その状態で次は足首を上下ですね、上下に動かすとこの足裏の部分が刺激されると思います。これも上下に自分のペースで動かして30秒間、この膝裏の部分を刺激して緩めていきます。ではこのやり方も左30秒右30秒1セットを一通り今から実践しますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。では左の足からいきますね。右の膝頭のところに置いていただいて、でこの状態で30秒間足首を上下に動かしていきます。ではいきますね。はい、はい、では30秒経ったので、戻します。次は反対の右足をやっていきますね。同じ要領で膝頭に置いていただいて、次は右足首を上下に、動かしていきます。でこちらも30秒間やっていきますね。はい、はい、では30秒経ったので戻します。はい、では先ほどのやり方で股関節と膝を緩めたら、いよいよこの足の部分を緩めていきます。でここでこのスプーンを使っていくんですけども、ただ直接すると皮膚が痛いですので、ハンドクリームを足首のちょっと上あたりから足の甲全体にかけて、ハンドクリームを塗っていきます。でこのハンドクリームは市販のやつで全然大丈夫です。このハンドクリームをこの足首の少し上あたりから足の甲全体にかけてしっかりと塗り込んでいきます。でこのかかとの部分をほぐすので、このかかとの部分もハンドクリームを塗っておいてください。で塗り終わったら次にスプーンでほぐしてほしいポイントが4つあります。でこの4つの部分が硬くなると足の血流がかなり悪くなってしまいます。ではそのポイントはどこかというと、この足首の前のところと、次はこの内くるぶしの後ろのところ、アキレス腱と呼ばれる部分ですね、アキレス腱と呼ばれる部分と、このかかとの部分の最後にこの足の側背と呼ばれるところですね、この4箇所の部分が硬くなると血流が悪くなるので、この部分をこのスプーンを使ってほぐしていきます。ではまずこの足首の前ですけども、外くるぶしと内くるぶしの間の部分ですね、ここの部分をこのスプーンを使って上から下にですね、ここの部分で上から下にこうやってなぞるような形で、外側から内に向かって、でまた内から外に向かってですね、これを自分のペースでいいですので30秒間ほど繰り返して、この側背の部分をスプーンを使ってほぐしていきます。でこの時に注意してほしいのが、このスプーンでグリグリやった方が効きそうに思うんですけども、やりすぎると逆にリンパの流れが悪くなり血流も改善されないですので、もうこれハンドクリームをすくうぐらいの感じでいいです。もう撫でるぐらいの感じで大丈夫ですので、それぐらいの強さで内くるぶしから外くるぶしにかけてのこの足首の前の部分を緩めていきます。ではこの足首の前も左右30秒1セットを一通り緩めていきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。ではまずこの右側の部分にもハンドクリームをしっかりと塗り込んでいきます。で塗り込んでいただいたら、左右の足首の前をほぐしていきますね。ではまず左の足首の前から30秒間ほぐしていきます。ではいきますね。はい、
はい、では30秒経ったので次は反対の足首の前をほぐしていきます。では行きますね。はい、はい、では30秒経ったので止めてください。では次はこの内くるぶしと外くるぶしの後ろのアキレス腱と呼ばれる部分をほぐしていきます。ここのほぐし方ですけども、まずこのスプーンをこういった形で手で持っていただいて、でスプーンのこの部分を使って内くるぶしの後ろの部分からかかとにかけて、このような形でスプーンでさすってこのアキレス腱の部分を内側15秒かけてほぐしていきます。で15秒経ったら次は手を反対に持ち替えていただき、次はこの外側の部分を15秒かけて上から下にこのような形で、さすってマッサージしていきます。ではこのやり方も内外での30秒左と右を一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。ではまずスプーンをこのような形で持っていただき、ここの内側の部分を15秒ほぐしていきます。では行きますね。はい、はい、では15秒経ったので次は手を持ち替えていただいて、外側の部分をほぐしていきます。ちょっとやりにくいですけども、できる範囲で頑張っていきましょう。では行きます。はい、はい、では15秒経ったので次は右の方を緩めていきます。では、手をこのような形で持ってもらってですね、次右の足首のところをほぐしていきますね。では行きます。はい、はい、では内側終わったので次は手を持ち替えて最後外側の部分をほぐしていきます。では行きますね。はい、はい、では15秒経ったので終了です。はい、では次はこのかかとの部分をしっかりほぐしていきます。でかかとほぐし方ですけども、足をこのような形で置いていただいて、でこのかかとの部分をこのスプーンのここを使ってですね、この横の部分を使ってもう全体的にですね、全体的に30秒ぐらいかけてしっかりとこの部分をほぐしていきます。でかかとは結構硬くなって、でそれに伴って血流が悪くなりやすいところですので、ちょっとしっかりめでも大丈夫です。ぐーっとしっかりめにスプーンを使ってかかとの部分を押してほぐして緩めていきます。ではこれも左30秒右30秒一通り緩めていきますので、この動画を見ながらやっていきましょう。ではまず左のかかとからほぐしていきますね。はい、はい、では30秒だったので次は反対の右足いきますね。右足も同じ要領で、ちょっと右利きの方に左やりにくいかもしれないですけども、ちょっとできる範囲で頑張ってやっていきましょう。では右も緩めていきますね。はい、
はい、では30秒経ったので終了です。ではかかとほぐしたらいよいよ最後ですね、この足の甲の部分をほぐしていきます。ではほぐし方ですけども、まず足首の前にこのような形で手をスプーンを持って足首の前に置きます。で真ん中から親指側にさする、で戻ってきて人差し指側にさする、で戻ってきて中指で薬指小指、これを繰り返してこの足の甲をほぐしていきます。でこのやり方も自分のペースでこうほぐすのを左30秒右30秒ですね、これも一通り実践していきますので、最後この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。ではまず左の足から一通り実践していきますね。ではいきます。はい、はい、では30秒経ったので次は反対の右足やっていきます。では絵でいきますね。はい、はい、では30秒経ったので終了です。ではこれで足の付け根から足先まで全体的にほぐしていったので、最後下から上にこうやってリンパを流して終わっていきます。ではまたハンドクリームを少し手に取っていただいて、でこの指先全体をこう覆うようにしてもらって、で足首の方まで行き、でふくらはぎ全体をつまんで、で上にスッと抜ける、これを下から上に、で下から上に、下から上に、これを30秒間自分のペースで繰り返していきます。ではこのやり方も左30秒、右30秒を一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。ではまずまたハンドクリームを手に取っていただいて、で左の足からやっていきますね。ではいきます。はい、はい、では30秒経ったので次は反対の右足いきます。でちょっとハンドクリーム足りない方はハンドクリーム足していただいても大丈夫です。では最後右の足やっていきますね。準備大丈夫でしょうか。ではいきますね。はい、はい、では30秒経ったので終了です。はい、ではこれで足から膝までのリンパの流れを良くしたら、最後は足をこのような形上向きに出て投げ出していただき、足をブラブラ動かして股関節をしっかり動かして、最後足全体のリンパの流れを良くしていきます。ではやり方ですけども、足を肩幅よりやや外に開いていただいて、で指先を内外内外にこのような形で繰り返して、ブラ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 と足全体を動かします。ではこのやり方を30秒一通り実践していきます。でこれが本当のラストになりますので、この動画を見ながら最後一緒にやっていきましょう。では足を肩幅よりやや外に開いていただいて、で内外に動かして30秒間動かしていきます。ではいきますね。はい、
動かすときに力入れずですね、力抜いてダラ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 と動かして、しっかり足を緩めていきましょう。はい、では30秒経ったので止めてください。では以上で終了になります。お疲れ様でした。はい、では足全体のリンパの流れを良くしてマッサージしていきましたけども、いかがだったでしょうか。で、足全体の血流が良くなっているので、水分をしっかりとっておいてください。ちょっと私もちょっと最後水分取りながらやっていきますね。いや、で今私も全部実践しましたけど、足がすごいジンジンして血がすごく巡っているのが分かります。では、最後にですね、今回の、講義の内容をまとめると、まず足先の冷えですね、冷えは足だけをマッサージするのではなくて、股関節や膝裏など大きな血管リンパが通っているところまでしっかりほぐしてあげて、でそれをしてから指先までしっかりとほぐしてあげて、リンパの流れを良くしてあげることによって全身の血流が良くなり、足先の冷えの改善につながります。で、それに伴って股関節のリンパのマッサージ、膝裏のマッサージを実践してきました。で、さらに足首の前の部分、アキレス腱の部分、で、足の側背の部分、で、かかとの部分、ここの部分が硬くなると、ここに血管が多いですので、血流がかなり悪くなります。その部分をスプーンを使ってほぐし、最後にリンパの流れを良くすることによって、足全体のリンパの流れが改善し、血流が改善され、指先の冷えの解消につながってきます。で、女性は特にこの足先の冷え悩まれていると思いますので、ぜひ今回の内容を続けて実践していただき、足先の冷えの解消につなげていただけると嬉しいです。ただこの足先の冷えの原因となる血流の悪さは、もう一つ影響してくるものがあります。それが何かというと、自律神経の乱れです。で、この自律神経が乱れてしまうと血管をギューッと縮めてしまうので、それに伴って血流が悪くなってしまいます。で、この自律神経の状態を良くしていく上で大事になってくるのが、背骨をしっかり動かすことです。この具体的な背骨ケアのやり方を説明した動画がこちらにありますので、足先の冷えをしっかりさらに改善していきたい方はぜひこちらの動画も参考にしながら実践してみてください。ではこちらの動画は以上になります。次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。